皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日から新コンテンツ始まりまして、題してグローカルの新商品紹介コーナー、ダウンダウンっていうところでね、今日はせっかく出張インタビューさせてもらっていて、ここは群馬県の水上町というところに来ておりますので、そこで事業をされているお坂部夫婦にね、いろいろお聞きしたいなと思ってます。よろしくお願いします。バウバウはい、ってところで、お坂部夫婦は今どんな商品をやってるかってところからちょっとお聞きしたいんですけど、よろしいですか？はい、まあ簡単に言うと、森を整備するときに出る森の枝葉ですよね、はいはいはい、木の枝葉を使ってアロマオイルという香りを作ってます。でそれをいろんな商品に変えて、オンラインショップとかで販売してるという事業をやってます。あ、そうなんですね。それっていつからやり始めたんですか？2020年の2年前5月なんで、はい、いえ、そうちゃんアロマできないじゃん。そう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 、僕もなんですけどねちなみにその商品名も聞いてもいいですか？ブランド自体はリッカというブランドでやってます。それなんかゆえあるんですか？最初に自分たちがどういうアロマのブランドを作りたいかって思った時に、強く主張するような香りじゃなくて、誰かのこうそばに寄り添うような、自然にそこにあるような香りっていうことで、まあ香り立つっていうのを漢字で立つ香りって書いてリッカ。そう、立つ香りで立花ってことね。あともう一つ理由があって、はい、その立花っていう、まあ綴りは違うけども、はい、その言葉の響きが北欧の言葉で豊かとか幸せっていう意味を持つ単語なんよね。え、それ何語でって言いました今？そうですね、北欧の言葉、まあスウェーデン語。スウェーデン語かな。あ、そういうこと。コンセプトとしてはやっぱりなんか自然の恵みをもらって作るものが自然を壊してちゃいけないっていうのが一番根底にあるんで、なるほどなるほど、アップサイクルでものづくりをする、過剰にものを取ったりとか大量にこうゴミを出すってことはしないし、その最後の最後まで森もこう木も何十年もかけて育ってきたものだから、それを丸々一本最後まで使い切りたいっていうのがコンセプトで。いや、これ奏者知ってました？知らないでしょ。今思い出しました。山からその原料を取ってくるっていうところから始めるから、うん、はいはい、その原料を運ぶのに1日で蒸留するのに1日みたいな感じで、だいたい2日あれば香りっていうのは取れるかな。じゃあ結構な量持ってくるってこと？そうそうそう、だいたい300キロとか、そのぐらい、そうなんだ、持ってくる持ってくる。ちなみに蒸留とかするって言ってたんだけど、これ何で蒸留するの？もうね、蒸留機があるの。俺の背丈ぐらいある蒸留機。そうだ、それ自分で作ったってこと？俺たちが研修に行った京都の事業者さんのところで、はい、その人たちが自作した蒸留機を俺らも導入させてもらって、それで作ってる。あ、そうなんや。ちなみにその蒸留機っていくらぐらいですか？ざっくりすとね、今蒸留機4つあって、何4つもあるの？そうそう、その4つで100万しないぐらい、はい、そうなんすね。そうそうそう、それはなんかコンセントとかにつないでやるみたいな感じ？通常は熱源が必要だから、熱源をガスとか電気でやる場合が多いけど、俺たちの場合はもう薪で火を起こしてるんだ。何でやねん。それは方法としては合ってる？合ってる合ってる合ってるのか。そうそう、かなり原始的ではあるけど、そう、火を起こしてるから俺らの場合はもう電気とかを使ってないかな、はいはい、あ、そうなんすね。そうそうそう、じゃあそれで作ってるわけですね。うん、まず、これがもうその香りをもうその枝葉から取ったその中身、アロマの原液そのままの香りで、これが油ちゃんっていう。めちゃくちゃ気になった、これ油ちゃん、これ日本語で合ってる？日本語。油ちゃんって書いてあるの、ここに。あ、そうなんですね。油ちゃんは本当にまだ油油っていう意味で、日本のちゃんとした名前が油ちゃん。本当の名前？そうそうそう、自分で作ったわけじゃなくて。あ、そうなんだ。あ、なるほどね。これは何人か取ってる？これは油ちゃんから言ってる。木の名前。木の名前。そういうことなの？木の名前が油ちゃん。みんな知ってた？油ちゃんっていう木あるの。油がすごいある。油分が多く含まれてるから油ちゃんっていう名前になったんやけども。油ちゃん、僕も絶対見たことあります？ないでしょ。いや、ないかもしれない。いや、ないんか。そんなないんか。水上町だったらめっちゃあるんですか？あ、でもね、実際木自体は全国に生えてる。あ、そうそうそう、でも多分みんな他
とんど意識してないとか、うん、あ確かにね。あとやっぱりなかなか見ないかな。ちなみに聞いてみたんですけど、3ミリでどれぐらいの江戸使うんですか。あーっとね、アブラちゃんの場合は、いやいや友達みたいな。アブラちゃんの場合は、うんうん、だいたいオラの上流器の一釜、うんうん、45リットルの釜を、うん、の半分ぐらいかな、うん、だから20キロぐらいあれば3ミリ取れるんじゃないかな、うん、ちょっと待って、20キロの枝を使って3ミリ、うん、相当取れないけど大丈夫、うん、そうなんだ。アブラちゃんは、うん、俺らが取ってるアロマの中でも一番取りにくい、抽出率が低い。そうなんや、だからかなり貴重な。なるほど、じゃあアブラちゃん以外にも取れるってこと。そう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 。あ、じゃあ次ちょっと聞こうかな。アブラちゃんじゃなくて次は何ちゃんかな。スギちゃん。スギちゃんね。これスギから取ってるから、スギ。さっき20キロぐらいでこれぐらい取れるって言ったじゃない、うん、これはだいたい多分7、8キロ。だいぶ取れるね。そうそうそう、これは違う、うん、あそうなんだ。あとはここにあるのは赤松です。赤松ね、赤松、あ正月の門松。はい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 。これはどれぐらいで取れる。それは多分杉と同じか、それよりもちょっと少なくても大丈夫だから、5、6キロとかで。そうなんだ、全然取れると思う。ちなみにちょっと聞いてみたいんだけど、これアブラちゃんがやっぱり一番単価高いみたいな。そうそうね、絶対そうなる。そうなんだ。僕ねめっちゃ杉の花粉症なの。これ杉描いたら、うん、めちゃくちゃ花粉すごくなるとかない？大丈夫？大丈夫。あ、よかった、本当に。アロマの蒸留の過程で、うん、花粉とか大きい分子は全部取り除かれたので。あ、そういうことね。あ、へえ。これ松？これ松だけ？松。え、松でこんな匂いするの、うん？すごいね。え、これ葉っぱも使ってる？葉っぱも使ってる。そう、枝と葉っぱ。うん、あ、もう、え、全然違う。次はアロマになるとアトピーとかそういうアレルギー抑制に効果が、逆に言われている研究結果もある。あ、じゃあこれはじゃあ今度買おうね。あ、これがアロマなんだ、うん、じゃあこれをなんか違う商品に作っていくっていう感じかな。エッセンシャルオイルっていうものになるんで、これを元にして、うん、まあ、そのまま使う場合もあれば、うん、こう垂らして使ったりとかスプレーになったりっていうので、はい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 、なるほどね、用意してるの。これがスプレー、はい、これはフィカって名前書いてあるけど、これもフィカっていうのが、それも、ね、うん、スウェーデン語で。あ、これもスウェーデン語なんだ。そう、なんか向こうの人はやっぱりこう忙しい時でもちょっと手を止めてみんなで集まってで休憩しようよっていう文化があって、それを、まあ、そういう瞬間をフィーカっていうらしくて、忙しい日本社会を生きる人たちもちょっと一吹きしてリラックスしてほしいなっていうので。そうなんだ、作った香りです。あ、すごい。これ今吹きかけていい？そうそう、いいよ。あ、すごい。あ、めっちゃいい匂いする。え、これは水上のもみがベースに入ってて、めっちゃすさっぱりする匂いですね。え、ちなみにスウェーデン行ったことある人？ない。嘘やろ。嘘やろ。いやいやいや、あれ？スウェーデン語ですよね。そう。あれ？スウェーデン好きな人？好き。好きだけどね、まだ、まあ、コロナだからな。確かにね。そういうことね。でもなんか北欧の人はやっぱり、うん、はいはいはい、いる時間がね、うまいんですよ。どう自分の余暇を過ごすとか、うん、ところの時間の使い方がうまいから、そうやってすごい、あの、立夏が人生のちょっと空いた時間をどう代わりで埋めて豊かにするかっていう、そのコンセプトすごい。そうね、群馬の香りっていう香り、商品名、すごい、さっき先生に香ってもらったやつをちょっとずつブレンドして作った、うんうん、もので。ちょ待って、全然匂い違う。待って待って、これは何出てきた。あ、当てますね。はい。あ、分かった分かった、上がってきたよ、分かってきたよ、マジで分かってきた。あれ、ちょっと待って、あれ、鼻がおかしくなってた。ちょっと待って、疲れちゃうから、うん、ちょっと待って。あー、全然わからんけど、え、でも種はこれですよね。あ、そう、種これですよね。やっぱそうだ、うん、え、でもこれ混ぜてるんですか。そう、ブレンドしてる。これ杉も入ってる。すごい、めっちゃいい匂いするんだけど。
とあとは海外のものもブレンドしてるから、うん、ローズマリーとグレープフルーツと松と杉が、はいはいはい、ちょっと待ってすごい面白いんだけどちょっと待ってえマジか。じゃあこれミックスのさせ方分種類ができる、うん、みたいな感じ。あえちなみに今リッカは何種類あるんですか。ね、エッセンシャルオイル、うん、このこれね、これね、そう、これが今6種類かな、うんうん、もちろん時期によってあるものとないものとかがあるから、例えば柚子とかは冬の間だけとかっていうので、うんうん、でも大体6種類で、こういった感じのスプレーは 7種類もあるの、ね、ちなみにそれは7種類とか6種類あるじゃない。まあこれは大元だから抽出すればいい、うん、でもブレンドするっていうのが7種類ですよね、うん、何種類中7種類に絞った感じですか。めちゃくちゃできるよねこれだって。えちょっとそれめっちゃ聞きたい何種類中7種類に厳選されたんですか。もうでも本当に数え切れないぐらい作って、うん、最終ここが納得するかどうかで、うん、もうほとんどがボツっていうやっぱそうだよね。ちなみにちょっと聞いてもいい、まあ、さやかさんはもともとアロマあるじゃない。孫ちゃんの意見聞く、うん、孫ちゃんの意見分かんないでしょだってでも逆あそうね、興味ない人が、うん、そうそう興味ない人がいいと思える顔、はい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 、じゃあそれで揃った7種類はどういうテイストなんですか。やっぱり最初はちょっと森林系のやつでちょっとさっぱりした感じっていうのでこの今香ってまた群馬の香り、あこれね、うん、これめちゃくちゃさっぱりしてる、うん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 、なんかちょっと集中したい時とかにもおすすめの香りであって、はい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 、次がはるかっていうピンク色のラベルなんですけど、それはちょっとなんかリラックスしたいなとか、うん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 、枕元にちょっとシュッとスプレーして使いたいなっていう時におすすめの杉がベースのちょっと甘い香りで、あともう一つがジンっていう香りで、さっきのその蒸留の仕方がお酒の蒸留酒のジンを作るのに、うん、マジで、うん、酔っ払っちゃわない蒸留酒大丈夫そう、ね、でもアルコール使ってないから水でやってる。水でやるとアロマオイル、エッセンシャルオイルが取れて、うん、めちゃくちゃ面白いね。アルコールだとジンだから、うん、ジントニックみたいな香りをモミの香りを使って表現した、うん、へーすごい、ちょっとビターな感じの香りになってます、はいはい、なるほど、そういうのがもうあと3種類ぐらいあるってこと、うん、あとはもう素材そのものの、うん、まず香りっていうのも楽しんでもらうってことで、ヒノキ単体、はい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 、杉単体、モミ単体、はい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 、っていう感じで揃えてる3種類、うん、ちなみにお坂部夫婦が一番おすすめする種類聞きたいんですけど、それなんていう名前ですか。香りのおすすめ、あじゃあちょっと待って、2人ともせーので答えてもらって自分のおすすめね、オッケーオッケー、おすすめ自分のおすすめせーので答えてもらって、せーの、フィーカ、今の香りあれもうダメやもうダメもうダメです、ここもうフィルター入りました